バイアリーターくがガチギレした理由に驚くトレーナーに対するみんなの反応。ヒーロートレ。三者三様に言うようなのでちゃんと撮ってます。合宿で重なってくれると気持ちいいから好き。左側で撮ったから大丈夫だろと思ったら来ないのやめてください。黄色だけ撮ればリュートレし放題だぞ。序盤に撮れるとイベントの体力回復とかも上がってありがたいし好き。撮った時に限ってばらけるし後半はレベル5の恩恵少ないし。連続イベ発のストレスがなくなるのでお世話になってます。じゃあ並びが良くなる効果も付け加えてくださいよ。プラス100が見たいという気持ちは常にある。青は友情早めるために取る、赤はレスボ積むために取る、黄色はうまく使おうとするとタイミング見計らう必要があるのがね。友情トレーニングしたくないのか。回復の方が都合いいんですよ。サポイベ出現率は当てにしてないけど上昇量アップは地味に効く。よく考えたら当たり前のことなんだけど賢さ以外のサポが賢さ友情トレになっても別に回復量増えないんだよな。キレベル5でシニア年末赤はありなんじゃないの ?4 以上って意味なくね?取るかどうかは置いといて女神スキルは1応募で安くなるよ。青さん応1は欲しいけどあとはもう全部赤でいい気がしてきた。黄色を使うときはターン来たときに友情が光っていない方が嬉しいっていう普段と違う楽しみができる。H と一緒にお守りください。デザイン的には鬼教官なんだし失敗率レイパーの強行軍とかしてくれませんかね。あんま取りたくないけど必要なんで何回かは取ってますよ。次シナリオ出たあたりで謎の回収が入りそう。普段じゃありえない組み合わせで友情トレーニング発生、カットインするのは好き。なんでこの人頻繁に金を要求するポーズしてくるの?友情量の請求じゃないですかね。ハローと併用して超上ブレ狙う分にはあなたが最高です。青木を使った時に回復とレスボついたらもう特に文句はないんだが。目標レース前に青書きが溜まっちゃうとどうしようもないのはどうにかならんのですか?連続目標レースとか北さんみたいな年末過密スケジュールとかでめちゃくちゃにされる。レスボついて体力に優しいダーレイ様がありがたすぎる。赤に惑わされるな。上振れには必要なんだろうがなかなか一箇所に固まらない。合宿あたりを狙って取ってますから許してください。何でもしますから。終盤におもむろに投げつけられる青に連続よりは黄色の方がいいかな。体力なくなって次ターン休み挟まされるから取れないです。赤が有用すぎるんだよ。あなたたち3人で一つになってくれませんか?けどこういう時は脳汁ドバドバだよ。これがあるからやめらんねえんだ。黄色は失敗ゼロだけつけて。失敗率を恐れるな、成功率 1% あればあとは勇気で補え。そういえばあっても良さそうなのに全員に失敗例の効果ないんだな。元から光ってる箇所選んでもお得になるようにしてくれ。って思ったけど今以上に運ゲーになるからいいや。黄色い人はこういうのあると楽しい。黄色は上限100があるのが惜しすぎる。パワーサポ入れてないのにパワーが100以上上がった時はさすがにこれは劇薬だ。ってなった。贅沢言わないから H 溜まった時決勝のトレを踏みつつサポカが集まってトレ失敗しないでいてくれればいい。そりゃ黄色使った時に毎回3人以上集まってたらすごい完成度になるけど。得意率低い方が旨味があるってなかなかゲームの仕様に逆らっているよね。黄色 H は追数ターン引きずっちゃって結果的に回転量が下がる。最終的に誤破産になるのいいよね良くない。安定の赤、博打の黄色、スキルの青という感じ。博打の木というとハマれば赤3以上みたいな書き方になるぞ。毎回根性に5人固まったら赤より全然強いよ。なんだかんだサポイベのパラメータ上昇あるからとりあえず一回序盤踏んでおかないと損する人。上振れを狙うなら終盤黄色で3人以上は必須。必須なんだが揃うかどうかはかなりの博打。超上振れれば絶対強いんだけど、そこからはもう試行回数よね。というか全部がランダム性上がりすぎて思い通りいかなくてハゲそうです。黄色は夏合宿前に揃えてワンチャンないかなって狙うやつ。適度に黄色踏まないと GL3 超えられる感じがしない。
終盤はむしろ青来ないでくれって祈るゲームな気がする。青はまあ序盤はとてもお世話になる立ち位置が確定してるからな。玉座あると比較的安定はするけど起動するのが12月とか割とよくあるので結局運ゲーなんだ。玉座は毎回ジュニアに来いや、ってなる。新シナリオ始まって数日のよくわかってない時に作ったキャラを超えられないからもう何もわからない。序盤のビギナーズラックみたいなもんだ。結局ボーナス考えると最初に取りたい青、合宿で重なると馬味なき、年末レース合わせで赤を3年繰り返した後最後のレースに赤取れればいいなって感じになる。特別レース合わせなんていちいち考えてたら死ぬから余計なこと考えずに数取りに行ってるわ。黄色取った時に普通に友情トレーニング発生してるのが一番がっかりする。即時効果にばかり目が行きがちで H した後の常駐効果は見れてないトレーナーは割と多い。ボーナスはまあ小さくはないんだが1年目に気を取りたくなさすぎてな。赤青のレベルが上がるのが遅くなる影響の方が正直でかい。知識のトレ上昇効果まで考慮すると一気に思考カロリー増えて嫌なんだよな。なんかいい感じに偏ってたら H 踏みとどまる程度の知恵はついた。さすがにかけらの種類まで考え出すとキリがないっつうか、選んでるほどの余裕がねえんだよ。赤いよねは最初から言われてる、青は序盤部みたいも最初から言われてる、黄色い人は運。友情パワーを信じろ。黄色の悪いところはレベルを上げてもサポカが完走しないところ。もっとわかりやすく効果出してほしい。合宿は黄色を取ればいいのかなと思っていた時期もありました。もうみんな褐色肌にメロメロなのか。赤は体力消費も減らすのがおかしい。黄色はホイッスルなしで TS やってる気分になる。合宿中に5人で黄色 H すれば強いなんてみんなわかってんだよ、こねえ。一発で3桁上げる快感は麻薬だよ。ぶっちゃけそれは黄色じゃなくてもできるが。合宿黄色でうまくいっても結局上限100だしな。へこんでる捨てのところに集まったら強いけど確率どれだけよっていうね。やっぱり遅くなっても色を選んだ方がいいのかな？下段の1番目と5番目を意識するだけでも結構変わるよ。ジュニアで3回踏めなかったら終わりとか年末に赤と H できなかったら終わりとか明確にわかりやすい上振れハードルがあるのは諦めやすくて助かる。テンポ良すぎてあっという間に TP なくなるからな。調べずにやってたからなんか黄色に可能性感じてたけど勉強になったわ。黄色も上げないと両ババの鬼もらえないぞ。両ババ取るような状況だとスキル面で敗北に差し掛かってる感ない？ GM 実装数日は黄色最高ってあんなに言ってたのにどうして。馬娘の解説動画も上げてるので他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。